今回はこの以前入手してきた 2300mm の長さの板を使ってテーブルを作っていきたいと思います。この木なんですけども、長さが 2300mm あります。こんな感じにこう耳付き、のた付きなので一定の幅があるわけじゃなくて、1枚目が 465mm と、もう一方が 570mm で、もう1枚目の板が 485mm の幅と 500mm の幅がありますね。でこれを横に並べて1070で、こっち側 950mm の、長方形ではないんですけども、のたをこう見せるような机にしていきたいと思います。そしてこの厚みなんですけども 52.5mm ですかね、の厚みになってます。この木自体はまだ2300の長さに切ってもらっただけなんで、表面をやすったりとか、塗装はまだ一切してないので、後ほどちょっと表面を加工していきたいなと思います。この木は何の種類かと言いますと、タウンサエットという木ですね。東南アジアなどの熱帯地方によくあるウルシカの木らしいです。特徴としては、加工地の収縮が小さく、曲げや旋断が良好なことから、家具用材とか、内装材とか建築の構造材などに、広く使われているそうです。とても、ね、こう密度が詰まっててしっかりしたっていう木ですね。なので、今回ちょっとね、2300の長さの長いミーティングテーブルを作ろうと思ってるんですけども、とても最適な木になってます。一度ちょっと重さをね、測ってみたいと思います。すごく重たいんでね、こっちの木が37キロありました。で、こっちが41キロありましたね。すごい重たかったですけども、木の良さを生かしてテーブルを作っていきます。板材は、左右で並べるとこういったサイズ感になります。足なんですけども、木の角材を使って作っていこうかなと考えてます。で、足の下はちょっとフェルトを貼る予定にしてます。で、足の仕上がりイメージなんですけども、高さをまず、690で作ろうと計画してます。690の足と、52.5mm の厚みの天板で、約まあ 2.5mm ぐらいの、フェルトにすると高さが 745mm になりますので、ちょうど、今使ってるこのテーブルの高さで、このローシェルフの2段の、上の段の、高さと、高さが合うような形で作っていこうと思います。角材なんですけども、この 105mm の、角材を使おうと思ってます。なぜ 105mm の、ね、角材を使おうと思ってるかというと、ちょうどこの 105mm 角の、角材が日本工房に残ってるので、これをまあ使いたいなと、これを基準に足を作ってみようかなと思います。横幅が 900mm になるように作ろうと思います。なので690の長さの 105mm 角の部材を8個購入してきて、でこの T 字になるような形の縦に支えるこの部材は、今端材としてある部材を使おうと思います。これも同じように部材が残ってるので、この部材を2つ、うまく利用して、この横の足しの部材を端材で作ろうと思います。ホームセンターではこの105角の角材が3メートルで販売してたので、690のものが4つ取れます。で、残りが、約240の端材が、出ると思いますので、このようにカットするのを、2本カットして端材をここの、橋渡しに使って一応部材を揃えたいと思います。で、組み立てなんですけども、今の計画ではこの 210mm の長さのネジを使って、ちょっと穴を開けてネジで固定しようと思います。この木同士を天板の裏側で固定するスチールの板を買ってこようかなと思います。
では、このカットしてきた、角材は、690mm になってますので、もともと家にあった端材ですね、これ同じように 690mm で、カットしていきたいと思います。ホームセンターで、カットしてきた端材ですね、226mm、もともと家にあった端材を 226mm にカットしていきます。一応これで必要な部材が揃いました。足となる角材ですねと、こっちの天板で、天板なんですけども、この一箇所だけちょっとこんな感じでささくれてるんで、これもちょっと取ってしまって削ろうかなと思います。しっかり、やすったんで、きれいな、ささくれのない状態になりました。こちらの天板の着色の方は、いつも使ってるこの、ブライワックスをしっかり、擦り込んでいきたいなと思ってます。足の方なんですけども、こういった、ネジを、止めて固定していくので、この角材の方に必要な穴を開けたりとかしていこうかなと思ってます。色は、まあ、マットな黒で仕上げてみようかなと今のところ考えてます。続きはまた明日作業したいと思います。